東洋高等学校は、千葉県船橋市波佐間町2丁目にある、私立高等学校。通称は、東洋高校だが、年配者の間では、今でも、船女と呼ぶ場合がある。東洋門この正門は明治中期に上井山、三鶴村の旧家、近藤四郎財門家の屋敷の長屋門として作られた、もので、桁行き11巻2尺、張り間2件半ある。現在では、 東洋高等学校が近藤家の屋敷跡に移転するのにあたり修復され、東洋門の名称で同校の正門として活用されている。また、この門は国の登録有形文化財に登録されており、日々通学門として親しまれている。近藤史郎財門家は、江戸時代において上井山三村の名主総代を務めていた功能で、名字、縦脇を許され、 江戸時代末期には道村に接していた小金、下付木と呼ばれた、幕府管轄の牧場の管理を命じられた家柄だった。1849年の12代将軍、徳川家吉の獅子狩りの功績で、中野牧の牧師を兼任し、縦脇、乗馬、鉄砲の所持を許され、村人は、近藤白財門家のことを、大近藤と呼び、水戸の高門家。 飯山やの四老左衛門かと言われたが、昭和の初期に行われた農地改革によって没落してしまった。農地改革で手放した田畑は120長部にも及んだとされる。なお、この門は、歌舞伎役者の坂東つ三郎が、無声映画、のびの兄弟を制作した際に、撮影に使われている。飯山や地区に、近藤という生の旧家が多いのは、 この近藤志郎彩門家に由来する、東洋門に関するカテゴリー、ありがとうございます。